じゃあここでまたおはがきを読みますね。はい。これは千葉県のペンネームくみちゃん。ホテさんこんばんは、こんばんは。こんな味気ないはがきですみません。とんでもないっす。羊羹の絵が書いてあって、味気ないどころか。水羊羹だよ、これ。結構甘い、いいはがきだと思いますが。ホテさん、本当は絵はがきかなんかで素敵なのをホテさんに送りたかったんですけど、ありません。いつか楽しみにしてくださいと。で、桑田佳祐、原優子、山下達郎、竹内まりや、布袋寅泰、山下久美子、これわかりますか？夫婦ともども音楽をやってる方々です。どの旦那さんも奥さんのアルバムに協力しているのです。素敵だなと思います。憧れますね、と。で、他にライブアルバム最高でした。いつかコンサートに行きたいです、と。で、質問ですが、布袋さんは朝パンですか、ご飯ですか、どっちが好きですか？奥さんと仲良く頑張ってください。憧れですから、というお便りですが、どうもありがとうございます。どうもありがとう。そうね、なんか憧れてくれてる方々もいらっしゃるみたいで、うん、憧れるような二人ではないような気がするが、でもなんか、ね、うん、まあ、そうだね、俺らのなんかそういう同じ仕事で よかったなっていう時っていうのもすごくあるじゃん、うん、なんか同じ視点で物事捉えてるっていうかさ、うん、他知らないしね違う仕事の人と一緒にそうだね、いないから、でもなんかやっぱ大変みたいよ、時間が合わなかったりとかさ、そうだよね、うん、俺らってお互い忙しくなると時間が合わないと言いつつも結構ミュージシャンって暇な時はすごく暇じゃん。そうね。何気に一緒にいますよね。うん、結構ね。うん。なんかもう話すことないぐらいになっちゃったりとかさ。うん。今でも結構、私も割とほら、忙しかったりしてるから、ね、お家にいないことが多くて。うん、でも、夜遅くまで起きてたりするしね。うん。そうするとそこでなんか、適当に。さすがにちょっと映画一枚見る時間はないんですけど。そうですね。うん、映画一枚と言いましたね。一枚。あ、そっか。それででも、こういうふうになんか、普段は本当に仕事してない時はくみちゃんっていうのは、完璧にホテルくみ子になりきっていてですね、やっぱ仕事に入る時に、やっぱパンって切り替わって山下くみ子になるわけじゃん、うん。でもまあ意識してなってるわけじゃないにしろ、うん、基本的にその呼び名が違ったりするだけだったりとかするんだけれども、その辺は、ね、気持ちの中で分けてるのかな。表に出ちゃうとでもやっぱりそうなんかなっちゃうでしょ。だから別にそんなに切り替えたりとか、うん、最近はしてないみたいでしょ。大丈夫なの。で、うん、お家に帰っちゃうとやっぱりお家っていうニュアンスにすぐ戻れちゃう。ジュリアがいたりするっていうのもありがたいのかもしれない、うん、まあうちのこともあるしね、うん、ただうちのことはあんまり最近してないでしょ、うん、ちょっと反省してるんですいやしょうがないでしょ俺お互い結構忙しかったりすると犬とかのジュリアの面倒とかも見れなくなっちゃうんで、今お母さん、俺のお母さんが来てくれてるよね、うん、ね、うん、全部やってもらってて、あれはあれで楽というか楽でも楽だと思ってそこになんか戻れなくなっちゃったらどうしようとか思っちゃうんですけど、でもこの年になってやっぱほら小さい頃っていうのは家族とかお母さんとかと一緒にいるわけだけど、その頃ってやっぱありがたみみたいなのって身に染みて分からないわけでしょ。この年になって彼女と一緒にいたりとかすると、うん、美味しくいただいてますし、うん、懐かしかったりとかするしね、うん。